ウトラニュース。ついに大阪メトログループが EV バスの運行を開始したんですって。今回は7月26日に行われた出発式に潜入してきたわ。 EV バスは黒を基調としながら港町大阪の海、大阪メトロと大阪シティバスを象徴するブルーと、大阪のシンボルとして長年親しまれてきた路線バスの車体カラーのグリーンを使ったダイナミックかつスマートなデザインになってるんです。この白いラインがスピード感を強調してますね。ナンバープレートは大阪・関西万博特別仕様で、座席の近くには USB ポートも設置されてるの。とても静かで快適な車内を皆さんもぜひ体験してみてくださいね。この EV バスはまずは路線バスとして56号系統と59号系統で運行するんだけど、その後は万博関連の工事関係者を運ぶバスとしてどんどん導入していくみたいね。そして万博開催時には会場内外の輸送でも活躍する予定なんですって。どんどん EV バスを導入して温室効果ガス排出量の削減、脱炭素に向けた取り組みを進めてくれることを期待しましょう。ここからはお出かけ情報を紹介します。大阪メトロマニア。本日紹介するお店は安永コーヒー。入りたての新鮮さにこだわり続けてきたコーヒー豆販売店。看板商品独流ブレンドをはじめ約20種類のコーヒー豆を販売。店内に小さな喫茶スペースも併設されているの。中央線深江橋駅2号出口から徒歩約15分。ぜひ行ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。